ストーリーが進行してましたよね。ということで佐藤さんに質問です。はい、謎の少女リンを演じられていかがでしたか。はい、今回漫画が原作ということで私も最初に漫画を読んだんですけど、もともと結構ゴシックなロリータが好きだったりしたのでこの作品を読んでこんなに可愛い子を自分が演じるのはすごい嬉しいなという思いがあったのと、あと漫画を読んで本当にもうただ単純に面白いと思って面白いと思ってこれを映画でやるならもっと面白くしたいなと思ったので、今回このような作品に仕上がってすごく嬉しいなと思います。はい、はい、ね、皆さんこの格好いかがでしょう。似合ってますか。ありがとうございます。はい、そうですね、こちら寒かったそうですね。寒かったね。もう2人してほぼ毛布に車りながら遭難した人みたいな感じで ね。でも本当撮影になったらもう2人ともパパってこう脱いで、はい、今編集者じゃないですよ。そうだね、毛布だけだよね脱いだの。違う、毛布だけだよね。今急にババってやった瞬間に何人かが口を押さえたから違うんですけどね。はい、でも楽しかった ね。楽しかったですね。なんか一瞬朝はやっぱり旅行気分で2人とも東京タワーだってみたいな、やったーってね、あ階段で登ったことないみたいな感じでテンション上がったよね。上がったんですけど ね最終的に ねずっとおんぶしてたから、はい、私おんぶされてたから全然楽だったんですけど、うん、小林さんはもう撮影中ずっとおんぶしてたんで、うん、はい、もうゆうちゃむもやれやできるんですよ。いやもうありがとうございます。ほんと普段ね重たい荷物って言ったらねペットボトル2リットルはもうあんま持ちたくないタイプなんですけど、そうでも頑張りました今回は。はい、ね、佐藤すみりちゃんにですね一つ叶えたい妄想を発表していただきたいと思います。私の叶えたい妄想はですね、今回は最後まで見ていただいて、はい、最後の終わり方がすごい意味深だなと思いまして、私は続きがすごく気になるんですけど皆さんはどうですか。続きそうですよね、ですよね。ということで私は第2弾を妄想したいなと思います。すごい思いますね。ちょっとうちの主演すごいみんなでお願いしましょう。まあ、あとは願望を一つ言うんだったら、はい、来月の AKB48 総選挙でちょっとでも上の順位に行くことはちょっと願望かなみたいな感じですね。なるほど、頑張れ、はい、買おう投票しよう。ね、みんなで投票しましょう。ね、頑張ります、ね、前回とかもね、はい、なんか入ってましたもんね。前回49位で、はい、はい、ランクインしました。うん、今回目指すは今回、リアルなとこ49位現状維持以上って感じですかね。リアルやっぱ厳しい世界なので、うん、はい、次にですね、こちらの選手の方に行きますので、ね、荷物をまとめておいてくださいね。はい、それではそこでこちらの選手からご起立をお願いします。